はい、皆さんお世話になります。利休ことエイジングサポートの小川です。エイジングサポートの介護系診断のご説明をしております。今回は第4回目ということになります。さまざまな系診断の視点がありますが、ここに出ているようにですね、最近は人が定着しない、人が教育のなかなか時間が持てない、その結果人件費がかさむ、収支差額率低迷をするというような、そんなところが、なぜ起きてるかっていうのをちゃんと見ていく必要があるわけですよね。このような介護系の改善のフローがあります。このフローを少し人の病気に例えて、施設の病状、あるいは体調不良みたいなところにしながらですね、こういうフローを考えてみました。今回はこの精密検査のステージについてお話をします。この精密検査っていうのはですね、各種資料を見ていく、決算書を見たりということですね。決算書は結果ですよね。この結果はどういう事業計画が策定されて、この期間どういうふうなチェックがなされてきただろうというのを見ていくわけですよね。で、それと合わせてサービスの評価です。例えば認知症ケアだとか、あるいは看取りだとか、言語コミュニケーション以外にですね、非言語挨拶だとか、あるいは構えだとか、目線を合わせてるとか、そういったサービス評価もしながら、各種資料のチェックをしていくということをしていきます。事業計画がどういうふうに組まれているか、その事業計画がどういう方針に基づいて組まれているかということですね。昨年こうだったから今年はこうだみたいなことじゃなくて、もっときめ細かく分析がされて、計画に落とし込まれて、それが現場の一人一人にちゃんと説明をされて、チームがそれを運用しているというような、で、それが結果として日々、1日単位ですね、それから週の単位、月の単位、あるいは三半期、あるいは半期ですね、上半期、下半期という形で、それがどういうふうに管理をされて、修正をされていくのかどうか、それから日々の記録ですよね。そういったものも含めて、会議の内容も含めてですね、そういったものがどういうふうに動いているかという形で検査をしていきます。介護施設、老人ホームという大きな船が、どういうふうに舵が取られて動いて、航路の上をこう歩いているか。これが今回の第4回目ですね。それをもって、次のステップでは問題点をちゃんと抽出をして、病名を確定していくという段階に入ってくるという形です。今日は精密検査のお話をさせていただきました。そろそろ年の暮れ、来年度の事業計画の策定をするために、これまでのやってきたこと、この分析が重要だということですね。で、課題が分かれば、それを改善していけば、問題点が解決した、いい方向に向かうという形になるので、この分析が非常に重要になってきます。はい、また皆さんと介護経営についてディスカッションする機会、あるいは私の方の情報についてご意見をいただければ、非常にありがたく、また日本の超高齢社会に貢献していける一つの材料になると思います。今日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。